ホストクラブナンバー24。ホストクラブナンバー24の人気ホスト本郷兄弟。このお話は、兄の一見常識人に見えて非常識なナンバーワンホストであり、オーナーでもある本郷まどかと、俺様で不愛想だけど、兄といると相対的に常識人にならざるを得ない弟の本郷和孝が、異世界に旅したりタイムスリップしちゃう、そんなお話だ。第16話、異世界転生でクレーマーになるホスト。暑いな、今回はどこだろう。多分だけど地獄じゃないかここ。え、本当にそんなことある？いや、異世界に飛ばされてるというか、もう死んでるんじゃないか俺たち。納得いかないよ。確かに死んだ記憶はないよ。死ぬことはしょうがない、人生の一部だから。それならなぜ納得いかない？まさか天国じゃないからか。お前は絶対天国じゃないだろ。僕もそう思うよ。じゃあ何が納得いかないの？いや、僕死んだら神になると思ってたから。は？いや、だって僕みたいに徳が高くてできてる人間は多分何回も生まれ変わってるでしょ。で、何回も生まれ変わってる人って神になれるって噂を聞いたことがあるようなないような。そんなこと聞いたことない。今の時代、天国か地獄の二択なんて古いよ。多様性を大事にしないと。それならみんな神になりたがるだろう。神様って大変だよ。だって人間作ったりしないといけないし、と思ったら数人残して絶滅させないといけないし、恋とかもしちゃうしね。さらになんか僕たちが言った言わないで人間が戦争とか始めちゃうしさ、いや、やめてってなるじゃん。結局責任感じちゃって悲しくなるのは僕たちってこと、みんなに分かってほしいんだよ。お前はどの立場で話してるんだ。地獄にいることを忘れるなよ。お、エンマ様だ。ちょっと手違いじゃないか聞いてくるね。好きにしろ。なんかやっぱり地獄で間違いないらしい。だろうな。なんでだろう。ちょっと思い当たる節がないな。十分地獄行きだろ。まあ、じゃあしょうがないね。こうなったらこの地獄を楽しむしかないね。お前のその切り替えの速さだけはすごいな。地獄ってどんな施設があるんだろう。あ、お兄さん、お兄さん。あ、元いお兄さん。なんか大型商業施設とかと勘違いしてないか。僕たち初めて地獄に来たんですけど、初心者でも楽しめるアトラクションってどれですか？いや、テーマパークと勘違いしてるな。はい、本郷まどかと本郷和孝です。あ、人によってプラン組んでもらってるんですか？親切だな。え？あー、僕たちは釜湯で。あー、聞いたことあるな、有名だもんね。楽しみ。何なんだあいつは。向こうに行けばいいんですね。わかりました、ありがとう。お兄さんもいい一日を。 Have a nice day。 和孝、向こうに行けばいいんだって。地獄でお前みたいなテンションのやついないだろ。あれ、でも僕たちタオル持ってきてないよね。タオル？だって釜茹でから上がった後体濡れてるでしょ。拭くものないと湯冷めしちゃうよね。釜茹での後に湯冷めの心配をするか普通。ついでに体とか頭とかも洗いたいよね。でも銭湯にあるシャンプーとかだと僕髪がガシガシになっちゃうからあんまり使いたくないんだよね。和孝はどう？銭湯のシャンプーとか使う方？地獄で髪質を気にするな。ちょっと聞いてくるね。何をだ。あ、すみません、あのタオルとシャンプーが。え、はあ、それはどうなの。それはちょっと良くないと思うな。女性を何だと思ってるんですか。とにかく何とかしてください。改善されない限り僕は釜茹で地獄には行きません。本当にここは非常識にも程があるよ。お前以上にか、さすが地獄だな。釜茹で地獄ってところ混浴しかないんだって。信じられなくない？男性に体見られたら嫌な女性も多いだろうし、忘れがちだけど男性にだって女性に見られたくない人多いはずだよ。温泉扱いしてるお前の前提を改めた方がいいんじゃないのか。あ、ちなみに僕は見られても全然平気だけどね。聞いてない。あ、ちょっとお兄さん、お兄さん、どうなりましたか？まだ？は？決まりは決まりって、そんなの試してみなきゃわかんないでしょ。もういい、あなたじゃ話にならない。上の人呼んできてください。
僕一人の意見じゃないんですよ。ここにみんなから聞いた意見も用意してますしね。いつの間に集めたんだ。読み上げますよ。釜茹での後はどうしても化粧が落ちてしまうのでメイクができる場所が欲しい。釜茹での手前がサウナのようになっているので、あそこに塩も置いてもらえれば塩サウナになり、デトックス効果が期待されると思う。なんかお前と同じ種類の人間に聞いてるな。あとは真由美9649641。あ、これは違った。なんだそれは。ああこれはね、アンケート取った時、僕がホストだって言ったらお店に来たいって言ってくれた子。僕スマホ持ってなくて ID 聞いたから後でメッセージしないと。どこで営業してんだお前は。というか自分たちがホストってことも忘れてたけどな。ダメだよ和隆、いつ何時もホストでいなきゃ。お兄さんもさ、もうちょっと人の気持ち考えて行動できるようにならないと。あれでしょ、モテないでしょ。そうでしょ。まずはその変な髪型とおかしなパンツやめないと。夜そういうことになった時、虎柄のパンツ履いてたら女の子ドン引きだよ。お前前チンアナゴのパンツ履いてるって言ってなかったか。その方がドン引きだろ。そんなことないよ、おしゃれなチンアナゴちゃんなんだよ、可愛いし。そんなわけないだろ、チンアナゴはどうやったっておしゃれにはならない。それがなるんだよ。今も履いてるからちょっと見てみて。見ない。なんでよ、見てみてよ。見ない。お願い見て、本当に可愛いから。自分のパンツ見せたがったり、前は人のパンツ見たがったり、そっちの方が婚欲よりよっぽど問題だろ。そんなことないよ、僕お兄ちゃんなんだから。兄弟は関係ない、むしろ兄弟だからなおさら気持ち悪い。お兄さんはどう思いますか。兄弟だから別にそのくらいは許されますよね。え、なんて。地獄から出て行ってほしい。なんでですか。まだ釜茹での問題は解決してないですよ。体よく追い出そうとして、これが解決するまでここからはちょっとしか動きません。一歩も動くな、俺は出るぞ。そうなの。じゃあ僕も出る。和隆いないと寂しいし。ここを出たらどこに行けばいいんですか。え、神様会。なんで行けるんだよ。まだしてないのか。さっさと高評価、チャンネル登録しろ。